チャンネルわこんばんは、宮崎なほこです。なほこチャンネル28曲目、今日はオリジナル曲のねえという歌をお届けしたいと思います。リクエストくださった方いた、ありがとうございました。この曲はミニアルバムに収録されたのが最初で、その後アルバムに入ったり、シングルカットされたりしていて、いろんなバージョンのアレンジと歌詞とそれぞれ違う、いろんなタイプのねえがあるんですけど、シングルで発売した時が、武道館単独公演が決まった年だったかと思います。武道館の前の1年以内に発売して、50日で5000枚のねえのシングルをお届けするっていう目標を立てて、もともと初めて CD 発売した時から3ヶ月で1500枚とか、その次3ヶ月3000枚とか数字の目標を立てて路上ライブの活動してきたんですけど、そのシングルは50日で5000枚っていう目標で、も路上ライブ以外でもいろんなところでとにかく頑張ってこうお届けしていくってやってたんですけど、もう1日100枚なんてなかなか難しい数字なので、本当にどうしようかなと思って、いろんなことを試していったんですけど、その中で路上で歌って、あ、じゃあ CD 買ってあげるよって言ってくれた人に、ありがとうございますって言って、で今こういう武道館での単独公演が決まって、でもまだまだ無名なので、一人でも多くの人に知ってもらわないといけない状況で、でこういう挑戦もしてるので、もしよかったらお友達にもう一枚買っていただいて誰かに広めてもらえませんかっていうお願いをして、中にはいいよって言ってくださる方と、あ、一枚で大丈夫だよって言ってくれる人と、それぞれだったんですけど、なんか本当にそういう今考えると、いろんな人にいろんな無茶なお願いをしたりして、いろんな人たちにその無茶なお願いをこう受けてもらって、支えてもらってやってきたんだなということを改めて今喋りながら感じています。50日5000枚のその挑戦は達成できなかったんですけど、でもその初めて CD を作って、3ヶ月1500枚、その次が3ヶ月3000枚とかこうやっていって、8年間、本当8年前なんてもっともっと下手くそだったのに、CD を受け取ってくださった方たちが毎年毎日誰かしらいて、そういう人たちに、あ、この子の CD 昔買ったよとか持ってるよって自慢してもらうことが本当にできたらいいなっていうことをすごく、ずっと思っています。このなほこチャンネルでも、そういう方にまた再会できたら本当にいいなと思っています。そんな気持ちを込めて今日はこの曲ですね。朝ごはん食べてる、野菜もちゃんと取ってる、風邪をひく季節です、体を冷やさないでね、ストレス解消してますか、仕事もうまくいってる、お酒は飲みすぎてない、私会いたくなってる、
YouTube チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。